皆さんこんばんは、おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか。本日ご紹介するのはこちら、ドースンということで、本日ご紹介するのはアンバーニック社さんから出ています RG40XH になります。こちらはアンバーニック社さんの提供でお送りいたします。本当にね、いつもありがとうございます。ということで、このシリーズがガンガン続きますね。今回は RG40XH ということでですね、もう皆さんもね、分かってきた通り、これ画角の大きさを表してるんですよね。なのでこのシリーズの4インチサイズのポータブルゲーム機になりますんで、一緒に見ていきましょう。それでは開封していきまーす。ドン。おー、こういう感じね。最近でもアンバーニック社のやつってこうやっぱ斜めやってるから、これわざとやってんのかな。いつもなんかずれたんかなと思ってるけど。それでは本体見えてますが、流行る気持ち、あ、でも結構思ってるよりずっしりくる。流行る気持ちを抑えて、あ、ない。保護シールとシェア 80%% のウェッティな、いつも俺文句言ってたからかな。入れてくれてない。ない。これは皆さんとこに入っているのか入ってないのか、またうち入ってたよとかあったら教えてください。これがいつものマニュアル等で、これもいつもの最近流行りのここに置いてあるよね。充電並びにデータ転送用のケーブルですね。USB-C2A になってます。そしてマニュアルの方はいつも通り A-Chu になっていますね。で、今回ももうお分かりの通り Linux のアンバーニック社オリジナル OS になっていますので、使い慣れてない方は、ここ注目すべきはショートカット、Android ではないので、独自のものが設けられているので、この辺覚えておくと便利かなと思います。で、マニュアルはこういう感じで綺麗な厚手の印刷物になっておりまして、そしてこちらが本体ですね。では早速開封しましょう。ダカ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 、もうこの瞬間は何度やって、まあなんかちょっと可愛いかも。どうなんやろ、いきますよ。3、2、1、ドン。わー、ほう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 、ちょっと待てよ。これちょっと本体うんぬん言う前にパッと今これ見て感じたのが、これがねキューブです。最近のこうダブル X シリーズの続く中でアンバーニック社が非常に攻めた本体のキューブが、これよく似てるよね。あ、でも十字とアナログスティックの場所、こっちが違うんだね。で、十字キーの種類も、これがメガドライブ風のやつやけど、こっちは単独の十字キーになってると。こういう違い。で、この形を見てパッと思うのがこれだよね。ビーターと比べるとこんな感じ。もっとビーターと比べたらちっちゃいのかなと思ったけど、結構ビーターと、一緒言うたら大げさですけど、こういうニュアンスになってますね。アナログスティッカーは明らかに大きいし全然違うんだけど、インスピレーションはここから来てるよね。スタートとセレクトもここにあるし、でホームボタンもアナログスティックの下にあるしっていうので、やはりビータから非常にインスピレーションを得てる形になりますね。ただし横が短くて丸っこいので、ビータのようなシャープさはないですけどもね。まあ、こんな感じです。さあ、そして RG40XH の単独な感想でいくと、非常にコンパクトだね。薄さに特化した感じで、あのね、一見持つと、なんていうんかな、大げさやけど、カード持ってるみたいな感じ。変な話やけど。あの、人間工学に基づいたフィット感で言うと、当然後ろがこう突起してて、ここがね、丸みがあって、手の膨らみに対してこう卵みたいになってて、こういう風にするフィット感っていう言い方もあるんだけど、もうカードみたいな感じで膨らみがないので、まあ、指持ちになりがち。まあ、腹持ちの人はここでこう腹持ちするんだけど、指持ちの人はこういう感じになるんだけど、薄いっていう意味でのフィット感があるんだよね。コンパクト感っていう言い方になるのかな、難しいんだけど、当然 28XH の方が小さいので、それと比べると当然大きいので、
コンパクト感って言い方をすると同じ性能だしね、語弊があるんだけど、でもこのマシンを持って感じるのはコンパクト感なんですよ。これはね、間違いじゃないと思う。じゃあおじいさん何でもかんでもコンパクトって言ってるやんって言われるかもしれないんだけど、持ったらわかる。雰囲気で言うと、あの、Bluetooth コントローラー持ってるみたいな。8ビットの。こういう薄いカード系のコントローラーあるよね。あれとすごく似た感覚がありますね。それが一番わかりやすいかな。で、今回はブラック選びましたけども、他にブルーとグレー、全3色です。最近ちょっと色多かった中で少なめだよね。で、メインのやつボタンは最近ね、少し硬い方に行ってたんだけど、ちょっと戻ってきたかなっていう感じ。ブリンブリンっていうよりもなんかのポク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 っていう感じ。B がすごく強くて、AB が強くて、その次が X で、Y が極端に凹んでる感じで弱い感じ。だからこの後ろには支えがないんだろうね。ボタン自体は少し小さめだけど、かなりぷっくり膨らんで、分厚めの M&A みたいな。M&A ってあの買収じゃないよ。あ、チョコレートの方ね、僕らの時代の。なってます。で、よく最近入るのが、ものすごく膨らんでるけれども、一番下まで押し込まれないよっての多いんだけど、これはしっかりとこう、ボタンが陥没します。だから、家庭用ゲーム機に多いパターンのボタンになっていますね。で、十字キーは、こちらとは違うニュアンスで、硬さを感じます。でも、ガチガチっていうやつではなくて、同じように後ろにゴムがあるんだろうけれども、メインの S ボタンよりかは若干固め。真ん中も沈みます。さあどうなんだろうね。十字キーのキー自体はそこまで大きいボタンじゃないので、下から左に持っていくときにあまりこう移行してる感じがしないやつ。この十字キーが大きいと下から左に滑らすときっていうのは、はい、下押してます。斜め押してます。はい、左行きましたって感じがあるんだけど、小さいと、斜めの時にも左が押されてる感じになるんですよ、なんか。なんか格闘ゲームで、しかも中央も下がるので、弱いものが多いんだけども、まあ、実際やってみないとわかんないです。いつも言うけど、格闘ゲームやらん人には全然問題のない十字キーだと思う。で、スタートセレクト、メニューボタンは、プチプチボタンですね。プチプチよりももうちょっとなんかこう、高さがあって、プリッとしてる感じがします。で、アナログスティックは、土台が、で小さいボール型になっているので、奥に硬い土台がガシッとあるような感じの少しだけ動く感じですね。僕の好きなアナログスティックの可動範囲です。大きい可動を期待してる人は物足りない感じが、かなり物足りない感じがあると思う。で、右のアナログスティックは顕著に柔らかい、左はもう少し硬い。これは個体差かもしれないけれども、たまにこういう発言するとうちも同じでしたよっていう方がおるので、もしかしたらもうこうなってくると意図的にしてる可能性もあるね。左の方がやっぱよく使うので強度強めのものを用意してるのかもしれないです。で、上部分プチプチですね。 L1、R1 はプチプチで、 L2、R2 もプチプチで、これはトリガーにはなってない。見た目はトリガーだけど01ボタンです。まあ、性能的にもうここトリガーの必要はないので、この辺の性能だと普通こういう風に L1、L2 置きがちなんだけど、後ろにあるのは助かるよね。で、変にここがトリガーなんかになってたら格闘ゲームで押しづらいので、強パンチ、強キック、特にキックハーネス系使うやつは楽だよね。出しやすいよね。ドリームキャストギリギリ動くので、この辺は格闘ゲーム、ドリームキャストなんか移植されてるやつ多いのでね。上部分は電源ボタン、で、音量プラスマイナス。これでも LED で光るんだろうね。で、転送用の USB-C。で、リセットボタン。あ、今回もミニ HDMI ついてるんですね。出力テストしましょう。背面は何もないよと。横も何もないよ。で、下はデュアルスロット形式になっていて、3.5mm ヘッドホンジャックとスピーカー穴があると。こういう感じですね。薄さもこんな感じ。ちょうどここに 8bit do のコントローラーあるんだけど、こんな感じ。よう似てるでしょ、なんか。横幅がざっくりですけれども、16.3 ぐらい。で、高さが 8.3。じゃあ 8.03。で、厚みが気になるのが、まあ、ここは当然ね、ボタンがあるんで、ブーっと膨らんでるけど、こことここなんかが、少しね、僕はこっちの方がぷっくりしてるように思うんだけど、ただ中央部分、1.62。で、下の方。あ、一緒だ。うん。だから、いや、僕ね、一見これ見るとね、こう膨らんでいってんのかなって思ったんだけど、まあ、どっちかっていうと、こういう風なもの、こうなってるものに、
トリガー分だけ膨らんでるという感じですね。目の錯覚だね。という感じです。で、重さの方は 201g ですね。RG キューブ、まあ性能高いんでファンもついてるから全然重いと思うんだけど、256g ですね。そう考えると RG キューブって結構検討してるよね。ファンもついてるからね。さあ、それでは早速ね、電源入れていってみましょう。ということで電源が入りました。LED が。え、前こんな早かったっけ？前もっとゆっくり回ってたよね。かなり LED が早くぐる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 回ってます。で、いつもの見慣れたメニューで、ちゃんとここ変えてますよね。40XH にね。で、いつも通り、備え付けのエミュレーター群と、救済装置のレトロアーチ、そしてアップセンター。これが意外に大事なアップセンターになっていて、で、設定のところに前回までなかった、この LED がいくつか変更できる設定項目があります。オールウェイモードとかブレスライト、ファーストっていうの、これはふわふわってなるんだろうね、ブレスだから。あ、なってるね、これね。で、他にはブレスライトスローっていうのはゆっくりってことか。あ、ゆっくり光って消えていくっていう感じだよね。で、これが初めのマルチカラーレインボーだね。まあ、早く回ってる方が前はゆっくりやったから色変わってるのがなんとなくやったけど、今回はどん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 色変わってんなっていう感じだね。で、ブライト、明るさでね。で、スピード変更も変えれるよっていうことですね。これもしかして、このブレスとかっていう時の色は変えれないのかな？その今はこれ緑になっちゃうけど、じゃあこの色自体どうやって変えんのっていうと、そこの項目がなんかない気がするよね。もうちょっと見てみないとわかんないけど、今のところは変えれない感じがしますね。わ、すごいこれ。パーリーピーポーですね。多くの人がこのマルチレインボーにそうなるとなるんじゃないのかなっていう気がします。ここにカラー選択ってのがあってブレスとかした方がいいと思うよね。もっともこの辺はまたお伝えしておきます。で、一番大事なのがここ、レトロアーチセッティング。先ほど救済措置でレトロアーチモードがあるって、ここですね。あるんだけれども、最終救済措置は、ここのレトロアーチになります。これだね。レトロアーチセッティング。ここからスタートレトロアーチをすると、全くシラフのレトロアーチで立ち上がるので、コアとか自由に決めれるので、これが本当に最後の救済措置になるように、なるモードになってますんで、どうしても動かんっていう時は、最後ここからシラフの状態からコアをしっかり選んで、ゲームを動かしてみてください。それでも動かない場合はもうこの RG40XH では動かないという決定になりますんで、これを覚えておくといいと思います。それではまずは各種僕の自分の吸い出したゲームに入れ替えようと思います。まずは先ほどお伝えしていた通り、この一番左のゲームルーム、こちらの方はアンバーニック社が事前に各種エミュレーターなんかをセットにして初心者の方に推奨している簡単にゲームが始めれるモードになってます。で、例えば NES、今回ファミコンですね。こちらを開いてみるとこんな感じで自分の入れたゲームデータが表示されます。で、中のマイクロ SD カードを PC につなげるとゲームを入れるフォルダーのところにアイコンやったかな？イメージやったかな？っていうフォルダーがありますんで、そちらにゲーム名と同じ名前で画像データを用意すると、はい、こんな感じでここにちょろっと画像を出すことができます。で、登録されてないものは消えて、また入れてるものは出てくると。こういう感じに設定することができるので、結構沼です。時間むちゃくちゃかかるので、でも一個一個ゲーム吸い出して、で、箱なんかのデザインをスキャナーにかけて、こんな感じでリサイズして、名前を一緒にして表示してやるっていうのはなかなか楽しい状況になりますよね。で、こちらの RA ゲーム、まあこれレトロアーチの略なんですが、レトロアーチゲームは、さらにエミュレーターを少し変えたりとか、自分で変えてプレイすることができます。例えばですけれども、このファミコンありますよね。ファミコンを選ぶと、ここにセレクトコアってありますね。で、Y を押すと、どのコアでゲームを、まあ、つまり簡単に言うと、どのエミュレーターでゲームを起動させますかっていうことが選ぶことができるので、特にスーパーファミコン関係なんかは特殊チップ使われているものが多いので、まあ、ファミコンもそうですけれども、ものによって動くエミュレーター、動かないエミュレーターっていうのがあるので、ここの
レトロアーチゲームのモードを使ってコアを変えて起動させてテストしてみてください。それではミニ HDMI を使って映像出力できるか見てみましょう。それではこちらポータブルモニターと接続してみます。どんな感じかな。接続した時点で表示、あ、いけそうですね。いけました。それでは一度ゲーム選んでみましょう。音声出力もできるかね、見ます。あ、出てるね。もうこの時点で音がモニターから出てますね。一応見ましょうか。いけますね。こんな感じで。はい。という感じで音声もモニターから出すことができます。楽だよね。この HDMI ケーブル1個でいいですからね。そしてあまり使う人いないと思いますが、今回もメディアプレイヤーがついてますので、少し見てもらおうと思います。まずはミュージックですね。フリー音源流してみましょう。え？音思ったよりええっすね。びっくりした。おーって言っちゃったいや結構音いいよ。え、びっくりする。これすごいな。でお次はビデオ見てみましょう。すごいっすねこれはね5分ぐらいのフリー素材と音楽を合わせた動画になります。びっくりした。ただしこれはですね、こちらの RG40WXH、 なんかこれすごく言いづらい RG40WXH の解像度 640×480 にリサイズしたものになります。ただし同じ動画の HD 画質のものを見てみましょう。解像度ですね。はい、こんな感じでカクカクです。音楽は普通に流れるんだけど、なのでやはりスペックの加減で高い解像度のものはこのように遅延が発生してしまう。なので今回 640×480 の5分のものではスムーズに再生できましたけども、僕は試しませんが、もしかしたら例えば30分のものとか映画の2時間のものを 640×480 にしても、もしかしたら CPU に負荷がかかって普通に再生できない可能性もあるので、そこはご注意してください。まあ使う人はいないと思うけども、こんな感じで確かに再生できると結構綺麗に表示はできます。それでは RG40WXH のスリープ機能を見てみましょう。今これ魔界村の途中ですね。こちら。まあ、この墓の横でこちらしましょう。これアイテム出てるね。では電源切ります。ショートボタンですね。で10秒待ちましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではスタートショートをします。はい、戻ってますね。大丈夫だね。ではもう一回やってみましょうか。試しにね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ということで押してみましょう。ほい。はい、大丈夫だね。当然これは重いゲームになんかになると厳しい可能性も高いです。性能が低いので、今これはファミコンで試していますけども、あまり鵜呑みにはできませんけども、一応ファミコンで今テストした間には問題なくスリープできますんで参考にしてください。それでは RG40WXH のコントローラー関係見ていこうと思います。格闘ゲームを使ってどういう感じになるか見ていきましょう。ではまずは十字キーから見ていきます。ちょっと本気でやるんでこうやります。もう一発で出たね、今。もう一回十字キーでいきます。
出るね。うわ、100% やな。すげえ。では次アナログスティック見ていきます。なんかこっちがしっくりこんな。ちょっとこっち側に行って真空やります。まあ竜巻でもいいんだけど、こっちで竜巻で行こうか。あー、こっちが出づらいな、ちょっと。うん、こっちは出るんだけど。あー、出たね。指の加減かな。ああ、出るね。大丈夫ですね。僕のあれの癖がちょっと出てるね。ちょっと一回ここわざと負けましょうか。もう一回やります。もう一回こっちメインでやります。ちょっと気ぃつけながら。うん、出ますね。うん。あ、出ます出ます。大丈夫です。問題ないですね。もう一回最後。はい、出ます。100% ですね。はい。という感じでですね、十字キーの方は、実際ね、ちゃんと真空の時に下、斜めをこう横ってね、意外に入っている感じが指に伝わってきます。これは驚きました。はじめのファーストインプレッションでこう触ってるときは大丈夫かな、全体的に凹むイメージあるなって思ってたんだけれども、全くそんな感じないね。意外と実践になると、よし、入れてるってなるから、あ、これ絶対出るわって。よっぽどそれで認識がされていない場合以外は指に伝わってくる感じがあります。これは驚きました。逆にアナログスティックの方がね、少しね、滑る感じがあるかなっていう、うん、今ニュアンスがありましたね。なのでこれね、キャップなんかがあるといいかもしれない。これ特に膨らんでてツルツルなんで、なんかね、指にしっくり来ない感じがする。で、初めのファーストインプレッションに言った通り、左の方が硬い感じがあるので、僕は硬い方が好きなんだけれども、硬いんだけれども滑ってしまう感じがするんです。ちょっとこれ触ってみるとわかると思います。でも入力さえちゃんとなれば問題なく技が出るので、この40WXH の方は格闘ゲームには向いてるって言ってもいいと思います。ただし重複しますけど、アナログスティックには合うキャップ、ボコボコっとしてる滑り止めのやつがあるとさらにいいと思います。これはなかなかええと思いますよ。それではこちら RG40WXH のスペックをお伝えしていきます。 OS は独自の Linux 形式になっています。CPU はオールウィナー H700、 内訳は Cortex-A53 が搭載されています。周波数は 1.5GHz、GPU は Mali-G31MP2 で最高周波数が 650MHz、メモリは LPDDR4 の形式で 1GB、ストレージは僕の場合は内蔵 64GB のマイクロ SD です。MAX で2つ合わせて 512GB まで対応していますので、にごろですね。で、ディスプレイは 640×480 の4インチ IPS 液晶のいつも通りの OCS スクリーン技術が使われています。で、バッテリーは 3200mAh、Wi-Fi は 2.4G 対応、Bluetooth は 4.2 となっています。なので、他の WX シリーズと同じなんですが、バッテリーがちょっとだけちゃうんだよね。3200mAh ということで、他のやつも 3100mAh、3300mAh、今回は 3200mAh ということで、なんで 100mAh ずつ変わってんのかなっていうのはとっても不思議なところですよね。さあ、それではね、中華ゲーム機とは何たるやというと、やはりゲームやってなんぼなんで、ガンガンゲームやっていきますんで、よかったら参考にしてください。
何をしておる。大門教がジパングを支配してしまうぞ。急ぐのじゃ。
ということでいかがだったでしょうか。見てきていただきましたのはアンバー肉舎さんから出ています RG40WXH になります。当然性能が一緒なので今まで見てきてもらった WX シリーズと同じ動きになります。で、違いといえばやはりこのコントローラー関係になってくると思うんですけれども、 40WXH の方は見ていただいた通り格闘ゲームでかなり使えるかなっていう感触を得ましたので、この辺は大きなポイントになるかなと思いますんで、よかったら参考にしてください。こちらアンバー肉舎の公式ページで発売中で 11,599円で送料別途かかりますんで、この金額で欲しいなと思う方は買ってみてはいかがでしょうか。すでにね WX シリーズを持ってて他にお気に入りのマシンがあるよっていう方はもう購入しなくていいと思いますし、この WX シリーズの一番のメインとしては皆さんの一番思い入れの大きかったゲーム機ハード何っていう感じですね。こちらはビータになったり SP でやったらゲームボーイアドバンス SP であったり、 28WX であったらミクロであったり、一番お気に入りのマシンで過去のレトロゲームを長く遊べるよっていう風なものが WX シリーズの一番のメインとなりますんで、一番いいマシン選んでみてはいかがでしょうか。あとは何が出てくるのかな。僕個人としてアンバニクシャさんでも言いますけれども、かなりレアだけれども縦臭専用の WX シリーズ出てもとても売れるんじゃないかなと思います。あとは最後の砦で6ボタンですね。前回のアークの方が非常に面白いコンセプトだったんだけれども、十字キーの性能がいまいちだって、格闘ゲームせっかくこれ向いて6ボタンなのに、なんなんっていう感じがあったので、もう一度アナログスティックと十字キーを精査した6ボタンシリーズの WX シリーズが出たら、僕はかなり売れるんじゃないかなと思いますけれどもね。どうなるんでしょう。今後の展開にも期待しましょう。商品リンクは動画の下の概要欄のところにありますので、欲しい人は買ってみてはいかがでしょうか。WX シリーズは非常に隙のない、なかなかまとまった商品なので、おすすめではありますんで、こちらが思い出のハードであれば、購入してみてはいかがでしょうか。この動画で初めておじいさんのこと知ったよーってしたらチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。